から城巡りをするよ。城巡りをするからな。もちろん肌じゃ。例えば好きな色は何色ですか。かなりでかいからな。ちょうどわしも昨日行ってきた。清正石はあの下にある。下にありますか。下にあるがこれの5枚ぐらい。5枚ぐらいあります。これぐらい一つのな1枚石。1枚はといちょうど2日前の三殿様の初恋絵巻にその写真が載っております。ブログを見てな。観光地を書く雰囲気なんだな。そうじゃ。本当は清正石と言っておるが長政が運ばせたい石。ただ清正殿の方がの名があったゆえにそちらを採用されてしまう。一応昨日なわしはあの向こうの名古屋城の加藤清正殿に会ったから、あれを今日以降長政石に変えてくれという交渉してきたんだが、丁重に断られた。もうちょっとわしにいい思いをさせてくれ。まあそれはさて。あとほらここにな刻印があるんじゃ。これは刻印というのはな、運んだもののまあ印というかな、わしが運んだんじゃこのでかい石をというな記念にな、まあ、みんなよく机とかに自分の名前を書いたりした覚えあるじゃろ。それとはちょっと違う。諸説ございますね。諸説だ。他にもこの石は要なのでここに置かなければいけないという目印としてあらかじめ印をつけたなど、いろいろあるそうでございます。書かないと言ってちょうだい。これといった証拠は残ってないんですよね。はっきりとな、まあ、いろいろなところにあるからな、まあ、隠れミッキーならぬ隠れ刻印で探しようと。さあそれでは続いていこう。ここ曲がってますね。広い道からだんだん細くなってさらに曲がってる。そう、大軍で攻めさせておいてここで兵に詰まらせるために。さすがは天下の名城ですな。天それだけではないんじゃぞ。はあ、ここから曲がった先、今では形雰囲気残っておらんが、ここはな、扇坂御門という門があった場所でな、ここが扇形になっておって、上が狭くて外が広く、こう扇形になっておったんだな。さらに上り坂になっておったことによって、敵陣は坂じゃし狭くなるし、ギュギュッとなったところをババッとやっつけられるというな。おまけに上からも見下ろしやすい。そうじゃ。なるほど。だから弓矢でドロドロって打ったりな、そういう策がありました。よいか、大丈夫か。大丈夫でございます。何か質問はないですか。一つ一つ不安になると。そうじゃ、なんか怖い。まだまだ一人ずつちょっと感想を聞いていく。大丈夫か。神戸様、あそこの石は何であのようにこの国。ここはな、わしがこう立って、なんか写真を撮りやすくする。なるほど、撮るのじゃん。おお、誰もカメラを撮らない。現代のようでいうメガポイントというやつ。バカも詰まったな。今日は特別です。日の丸を抜けまして本丸に上がっていくぞ、皆の者。ちなみになぜ本丸、二の丸、三の丸と分かれておるか知っとるか。昔はな、高さがな、地図上で示すことができんかったからな、丸の数によって高さは天守閣を中心にその下に丸を書いて本丸、その二個丸書いたところが二の丸、三の丸というんだ。だから高さが低いのが三の丸だよ。
三兵衛様、ツアーっぽくなってきましたなってきたのいい感じになってきたのさあ、そして第3弾、門シリーズじゃここは大きな門の跡ですねそうじゃ、ここになでかい門がかかっておったんじゃが何門がかかっておったか知っておるかこれは黒岳ファンの皆様であれば、常識問題でございます答えが出るまでわしは待っておるぞ出るかな正解者表御門じゃでも神兵衛さんはもうありませんの門は残念じゃこれがな当時の門が今でもあるんじゃなんですとどこにあるかみんな知っとるかわからないじゃあ分かった黒だけファンであれば三択じゃ、ね、三択じゃはいまず1源の家の門になったあすごい家じゃん1つ目から来ましたなこれは1つ目でボケてもよろしかったのよいぞ2なんだと思う問題ですからまだ問題の沖縄沖縄に行っておるなんかでかいもんあるぞ首里城の門になっておる3沖縄に2000円総福寺総福寺という黒岳はわしと長政の五大寺でもある総福寺の門になっておるさあどれじゃと思うか一番剣の門剣の門になっておる正解優しいのお主なありがとうの助かるのじゃあみんな良いか剣の門になっておるで回答良いか他におらぬかおらんおらんならおらんで困ってしまう優しさで正解と言おうとしてしかし正解は3番の総福寺じゃなああ総福寺そうじゃどこにあるんですかの総福寺それはな地下鉄千代県庁口前じゃなそこで降りたら、まあ、徒歩5分以内で歩いて行ける場所に総福寺があるからなこのなんじゃ疑問違ったか違ったか違ったか何とか見てるあったよ言いますか悪口を言ってますよそうじゃ千代県庁口前から降りたらすぐあるからなそこに当時の門が少し加工はしてあるがそのまま残っておるからな昔は総福寺の神兵衛様長政様の墓は期間限定などの公開だったんですが先日よりいつでも入ることができるようになりましたので お墓もありますはいあとなんて言っても大福がうまいんじゃえこの大福あるじゃん入りましたそうじゃあと最近トイレが綺麗になった入りましたね表御門があるということは裏御門もあるんじゃな基本的に表御門はまあ大名やらな偉いものしか入れんかったが裏御門からまあ下の下々の門のかな商人の出入りなども裏御門からですねじゃあさあ本丸に入るぞみんなおお心の準備は良いかおお暑さにやられておらんかおお帰りたいかいえ騙されんかったなさあ、そしてあそこに見えるの何の櫓かわかるか？おお、記念櫓、そうじゃ。そうか、上通ですな。さすがじゃな。記念櫓とはな、何をする櫓か知っとるか？じゃあ、二択じゃ。また問題ですか？一。次はちゃんと出してくださるんだ。弦の寝床。二。なぜ三択が二択になったんですか？はい、そうだ。はい、に、魔除けのため。はあ。では、2番でしょう。そうじゃ。今、こちらが鬼門の位置に当たるんじゃ。鬼門の位置に当たるから、こちらの中にお供え物やな、魔除けなどをして、悪い気が入ってこんように、この記念櫓を建てたという。そうじゃろう。このように神様、たくさんの櫓が元々あったんですよね。そしたら元々は47の櫓があったんじゃが、今では3つの櫓しか残っておらんでな。しかし、こたび、何年かけてた ?3 年以内に塩見櫓の復元。お塩見櫓の復元。そして、10年以内に、その先に後があります、ブグ櫓の復元が。ブグ櫓の復元。さらにはどんどんな何十年後かには本殿がこちらにできたりとそれはすごい本殿もできるからなこの手伝いに向かいますねほら見えておるぞ天守があったであろう場所が見えておるぞこの
先は足元が急になりますのでお気をつけください。なぜ急かと申すと、こちらの階段が当時の階段がそのまま残っておるんじゃ、まあ、敵が攻めてきた時にな、この甲冑姿で登りにくいように段の幅が広くなっておるわけだな。なるほど、スイスイ登っておりますよ。わしらは鍛えておるからな。暑いか、ほほうびたな。そしてここが渦見門というもんでな、敵がこう攻めてきた時も上からこう砂をドンと落としてこう渦ませて通れんようにするためのもんだったんだな。だからこう狭くなってる。そして当時の階段がこう手すり付きでそのまま、あ、こちら当時のものだ。この天守台をですね、左右に行く道がここしかございません。ここを埋めてしまうと行き止まりにできるので、逆側から攻めてくるものがいたとしてもこの渦見門を閉じてしまえばここから先攻められないのです。そのためですよね。そのためじゃ。ちなみにここがな、大天守台跡といってな、ほら基礎が残っておるじゃろ。これを基礎にしてこの上に天守台が、天守閣があったとやらなかったとやら、今まではな、まあ資料やらみんなのな日記から天守がすごい綺麗じゃという話が書いてあるはずなんじゃ、そういった資料一回も出てこなかったからなかったのではないかと言われておったんじゃが、最近になっての素晴らしい城じゃったなど資料が出てきてな、やはり立っておったのではないかという。あったかなかったのかわからぬロマンですの。ロマンじゃ、そうじゃ銀次よう言ったな。なぜ潰したかわかるか、潰したのか立てなかったのか、やはりな徳川家にな、まあ立派な城を建てすぎて目をつけられてはいかんということで、やはり殿様を建てるということで、あえて建てたが潰さなかった、もしくは建てなかったという言われがあるんだな。神戸様、初代城主の長政様に続きいきましょう。長政さん、言ってみー、好きな色は何だ。どうじゃ、ちょうど今飛行機通って話飛行機が通ってな、ちょうどな、あまり見らん形の飛行機だ。ただ写真機で撮るにはいい感じだったな。ここでな、福岡がな一望できると言ってな、しかしお堀はな、あそこの奥の方にベスト電気のマーク見えるかの。見える、見えるか。見える、あそこじゃ、まあまあ奥の方に。ベスト電気ご存知ですか、九州にある。あ、広島のものは分からんのじゃないか。デオデオ、デオデオじゃないです。ベスト電気、山田電気でもないぞ。ベスト電気あるじゃん、赤い山田。地下鉄駅で言います、天神駅ですね。市役所とかな、アクロス福岡、あのベスト電気のあたりまで堀がずっと続いておったんじゃ。ヤフオクドーム7個、危ない危ない危ない。そして東、西じゃな、西はあの大堀公園の方までな、堀が続いておって、そして今では福岡一のパワースポットとわしが勝手に言ってるな。おお、なるほど、勝手に言うやん。この敷地で7個分だそうで、ベスト電気までを入れてではない。そうじゃな、そこまで。ベスト電気までは細いからな、堀がな。そうなんですか。そうか、多分変わらないです。詳しい殿方が俺の詳しいのがマジで。あちらに見えるあの大きな湖の公園が大堀公園といいまして、あそこも全てあの敷地内ですね、うん、福岡城は裏が沼になっていまして、前からしか攻められないように作っております。そうです。明治通り、昭和通りという大きな通りがあるのはご存知ですか。そこあるのは日本の大きい通りがなぜか2本曲がって走っておって途中で一つになる理由わかるか。あれはな、敵陣が向こうから攻めてきても馬同士がこう一つになるところでぶつかって混乱したりな、曲がっておるのは速度を緩めるために二つあって曲がっておって一つになっておるんだな。もう興味なくなってきた。明治通り、昭和通りをあまり知らんから、ね、とりあえず水を飲め。天使で水を飲むとうまいぞ。いい案でございます。ここでな、自動販売機400円ぐらいで売ったら売れるかも。ああ、売れるだろうな。いい案でございます。金の匂いがします、ね、よし、よかったらみんな一口200円で言うと意外に売れる売れる気が納得しておりました。あとちょっと涼しいじゃろ、下よりも。はい、ここの公園、舞鶴公園というんだけど、海が、あちらが海じゃったんだ。海は今は埋め立てられておるんだけど、海から見た姿がまるで
舞っておる鶴のように見える舞鶴城と呼ばれて、今がそれも公園の名前として残っているんだよ。これでしょ、ここ詰まったらこれが600年前の石って思うと。そうですよね、実は書いてあったりとか書いてそれが日曜日限定で5時まで公開されておるのを見ると、どの高さ、どれぐらい埋め立てなかったかというのが分かるので、ぜひ一度見に行ってみてください。復習いたしますね。こちらは何御門でございますか？せーの、黒金御門。さすがでございます。ありがとうございます。では何御門を書いた方がいいので、分かりづらいからの。今度説明した甲斐がありますか？説明した甲斐があるな。ここにもアルファベットで、はい、黒金御門。白金、黒金。ああ、そうじゃな。この前教えたな、銀次二人の時にの。ちょっと頭をぼーっとしてる。おい。おい。暑いですからね。暑いからの。では、なぜ鉄を黒金というか。あの、電気を変色して黒くなるから。超黒いから超、なんですか。昔、わしらの時代のことは、鉄のことを鋼と呼ぶんです。はいはい。鋼と呼んでる。黒い鋼、鉄が黒色の鋼じゃったから黒金。ちなみにじゃあ銀は何ですか？銀白金です。そう、白金。じゃあ、銅が鋼です。水は色で割る。まあ、氷が食べたらいい。白銀と書いて白金です。長野さんの方は名前付いてるか？日本茶の基本的にの土屋もそうなんだが、いただいた鹿児島の家宝として大事に取っておく。イクサルとかが一体捕まんないから、お店で。そしてわしは実は刀ではなく槍を使ったっていうから。じゃあ槍なら残ってるんですか？煮物をわしが使っておったものよりカフェが使ったものが多いです。そうですね。どうしても有名です。有名です。はい、泥のようなな。水でできておってな。ここにいざ敵が来た時に油を流してドロドロにヌルヌルにして滑らせて登らせんようにしておったんじゃないかな。ここが。そうじゃ。それが今のローション相撲の根源になる。受け取ります。かもしれない。かもしれない。受け取り方次第は、受け取り方みんな次第です。こちらが裏御門じゃな。先ほどの表御門に対してこちらが裏御門じゃ。裏からはそういった商人やらな。下のものがこちらから入ってくるからな。ここがな、しだれ桜が綺麗での春の時期は。これも全部桜なんだ。あ、いいですね、泣いておくと。これも全部桜なんだ。今年の桜祭り、あの福岡城で4月に行われる期間はですね、このしだれ桜の中で武将様たちが演舞を行いました。1日だけですけれども、とても美しくライトアップされておりまして、伝説の演舞と言われておりますおりますか？うん、わしの中ではな桜のな、木の下でな、ライトアップされてるな。立派な木がございますね。そうじゃ、これは御神木じゃ。御神木じゃ、久々に御神木。あ、そうじゃ、感じるんじゃ手がちょっとザラザラしてるあそこの井戸、何の井戸かわかるか？貞子の井戸とも言われる。あるぞ。東御門、最初に通ってさ、東御門あるだろ。いきなりじゃったから、みんな怖がるかと思って言わんかったんだが、昔な、長政に恨みを持った姫方だったな。おつな様です。おつな様というな、その子が子供を二人抱えて長政に恨みを持って、城からあそこから攻めてきたんじゃが、門番に伝わずにやられてしまうと、あそこに張り付いてきたんで、今日はあそこの石垣に触るとな、呪われるという噂が。長政は悪だったから、長政やり手じゃったからな。長政は呪いやら恨みやらの限りは腐るほどあるこうやって見ると少し呪いの字が書いてるような。詳しくは大河です。どう書かれるかですね。よく書いていただきたい。さあ、見えてきたぞ。これは何やぐらかわかるかの？多聞やぐら。そうじゃ、国の重要文化財にもなっておるな。もう江戸時代からそのまま当時のものが残っておる。72メートルの長さがあるな。中は
試合が区切られておって、まあ武器やら国領やら戦に備えたものがたくさんの中にある。裏側が切り立った石垣になっております。この裏から見ると見上げた上に櫓が70メートルと続いておりまして、かなりかっこいいです。その穴から石を、まあ、登ってくるものに石をぶつけたり、鉄砲で撃ったり槍を飛ばしたりなという作品。でもずっとこういったところで構えていると、もし時間かかる戦になった時、食料や弓矢が切れそうになりますよね。そうだな、そうだ、切れた時のためにな、屋根裏にな、竹がな、たくさん張ってあってな、その竹を星わらびで編んだ。その星わらびを水に溶かすと食料にもなってな、それにその竹が弓矢にもなるという、それもわしの作品。すごい、すごいだろ。ということじゃ。これは中に入れませんのかな。これがな、期間限定で、まあ去年まで入れたんじゃ、今年はこのわしらと巡るツアーがうまいこといったらここを開放してくれる説が出てきておるから、みんなの盛り上がり次第じゃな。招待と一緒に入ってみたいという声をたくさん寄せてください。今日は最低でも5人に伝えることだ。そうですね、友達5人に頼みながら、そしてみんな1回ずつ市に電話して。怒られますよ。あ、そうそうそう。さあ、ここな。ちなみに今日の昼間にも寒冷ガールズ友達が PV をわしらと共に撮ったということで、ここでの酒盛りのシーン。酒盛りのシーン見比べてみると、見て、あの寒冷ガールズの PV にわしらも出ておるからな。寒冷様の奥方様である照姫様が400年前から現在3名来ております。別の時代から3人来て、3人集まったのが福岡寒冷ガールズというアイドルユニットです。わしらだけじゃなくての福岡プラスの部署のクラスの方々も出ております。ぜひ。バッタがおるの。玄と銀次が開門したもんじゃ。見たかの伝説の回じゃなんの。伝説多いです、ね、あのライトアップ桜祭り初日夕方5時からだったんですけれども、その時間に銀様と私がこちらを開けて、うん、そこからライトアップが始まりました、ね、皆が入れるのはわしと玄が開けたおかげじゃ。なるほど。はは、うん、見たか。本当にご覧になりました。はい、テレビで見ましたよ。ありがとうございます。そうじゃ、そうじゃ、そうです。伝説的に本当の伝説にダメです。まるで死ぬ時間いろいろって。あ、そうじゃ。7月2日じゃったな。あのレクチヒステリアにヒストリア。10日じゃないですか。あれな、2日じゃったと。もうすぐですね。すぐじゃ、すぐ来週じゃな。NHK のレクチヒストリアという番組。歴史ヒワヒストリア。歴史ヒワヒストリア。歴史ヒワヒステリア。10秒ぐらいわしらが大名の神様のお話、まあ、いや黒田24期の回でございます。それは町の道を作ったという話で、大名というのはもうその家臣たちが大名が住んでおったから大名という名前になっておって、それでその道が、おお勉強熱心だな。そのな、歴史秘話ヒストリアのチラシがな、探訪館の中にあるみたいだから、ね、詳しくはそれをもらってな。おお、まあ、見たらわかるな。見てくれの録画じゃな。大堀祭りという祭りが3月30日に福岡城を中心にありまして、その時の様子から撮影されてるそうですよ。うん、来たのだけじゃったが、このまま長政も出てくるということで、新しいポスター。長政も、いや長政が出てきてまた第2世代になったということだな。軍師としての活躍するということですね。おひげがな。そうだな、そうじゃな。これ特別にな、みんなにな、今回無料でな、差し上げる。無料じゃ。でも初出しじゃないですか。本当に出来たてですよね。わしらも見たの初めてじゃ、これ。そうじゃな。昨日もあったかもしれないからな。まだポスターが入れ替わっておりませんから。そうじゃな。待ってな。はい。これ見てな、ちゃんとな、いろいろな。皆さん、まあ気を使っていただいてか、みんな楽しめたということで、全員が楽しめたということでよろしいですかな。さあ、これからまたぜひな、参加、またぜひ、はい、次回も参加してください。わしら毎回違う道を通っていくから、今日紹介してなかったところも次回は紹介するかもしれない、うん、わしらの言うセリフも毎回変えていくからな。ご神木やらローションの根源だもん。
そこら辺もぜひ楽しみにしてくださいな。ということで皆さん本日はありがとうございました。では最後にせっかくだからみんなで勝ち時もあげるばーい。よいか、その勝ち時が永遠王者が、あちら福岡兄弟の勝ち時は山田様と手取りのすら、おいおいさあ、おいおいさあと3回前から発射するのは結構しょうがないやつで、ね、まあ、あんな時が受験後も食欲を抑えるのが一日一日それでは皆様のご健康ご多幸、そしてこのツアーがうまくいくことに乗って勝ち時をあげるばーい。おいおいさあ、おいおいさあ、おいおいさあ。